皆さんごきげんよう。今日はおいしい梅酒を作ります。材料は青梅 500g、 氷砂糖 250〜400g、 ホワイトリカー 900ml です。今回は青梅を 1kg 買い、2つに分けて 500g にします。はじめに保存瓶を熱湯消毒します。夜間にお湯を沸騰させて、保存瓶の内側と外側に熱湯をかけます。あまりに熱すぎるのでゴム手袋をすることにしました。蓋も同様に消毒します。熱いので火傷に気をつけてくださいね。梅を洗って布巾で水気をよく拭き取り、ヘタを取ります。梅は1キロ単位の袋で売っているために、1キロの青梅を用意します。水につけてよく洗い、汚れを取ります。清潔な布巾で水気をよく拭き取ります。はい、全部拭き終わりました。500g ずつに分けます。今回梅酒は 500g つけます。爪楊枝や竹口でヘタを取り除きます。このようにヘタを取ります。ヘタが全部取れました。保存瓶に青梅 500g、 氷砂糖 250〜400g、 ホワイトリカー 900ml を入れて3ヶ月以上漬けます。先ほど消毒した2リットル用の保存瓶を用意します。清潔な布巾で余計な水分を拭き取ります。梅を瓶に入れます。次に氷砂糖を入れて混ぜます。梅1キロで漬けるときは、梅、氷砂糖、梅、氷砂糖とだんだんに漬けていきます。ホワイトリカーを計量カップで 900ml 量って入れます。300ml の計量カップを使いましたので3回入れます。
これで蓋をして保存します。毎日数回振ってかき混ぜてください。作った日付を書いて貼っておきましょう。置き場所は涼しい日の当たらない場所にしてください。つけてから4日経ちました。氷砂糖が溶けるように毎日保存瓶を数回振って混ぜていました。では様子を見てみましょう。氷砂糖が8割がら溶けていました。10日が過ぎました。氷砂糖が全部溶けていました。様子を見てみましょう。このまま3ヶ月以上寝かせ、その後は何年でも保存できます。梅を取り出す時期は早く取り出す方もいますが、1年経ったら取り出しましょう。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次回まで、皆さんごきげんよう。